仮に潔癖なイメージに戻ろうとしたとして、完全にそのイメージが元に戻ることは二度とない。にもかかわらず、そのような発言しかできないのは、ネガティブポジティブのイメージを直線上の一次元的振れ幅で考えているからだ。直線の中心点から右によるとポジティブ、左によるとネガティブだとする旧メディア時代、これまでずっと右側に動いてきたものが、一つの事件で一気にネガティブな左側に寄った。それをそのまま右側の元の位置まで戻そうとする。情報社会になる以前の旧体質的な一次元的道義上の考え方そのものが、現代の情報社会の仕組み、流れとそもそも合っていない。今は昔と違い、一方向的なメディアの発信だけではなく、双方向もしくは多方向の情報社会だ。ポジティブ、ネガティブなエネルギーも情報も一方向には流れていない。